今回紹介する女優さんはこの方。桃野木かなさんです。2015年10月に、アイデアポケットよりデビューした。1996年12月生まれの、26歳で、バスト80の E カップ、ウエスト54、80と、かなり細いです。細すぎて、ヨッシー心配しちゃいます。ただ、こんなに細いのに、ジロリアンだそうです。あ、ちなみにお名前は桃の木と、濁るそうです。彼女、陰毛が濃いことが恥ずかしかったが、撮影時、シミ剣に、剃らずにそのままの方が良いよと、アドバイスされて以来、個性と捉えているとのこと。シミ剣、グッジョブ。さて、ヨッシーおすすめ作品は、桃の木かな？かける、かわいい衣装、鉄板の組み合わせ、あなたをオナニー中毒にさせる、思考の射精サポート、と、出張先が記録的豪雨で、童貞部下と突然相部屋に、雨で濡れた体に、興奮した部下に襲われ、朝まで休発の、びしょ濡れ絶倫成功、桃の木かな、です。リンクはチャンネル概要にある、ヨッシーブログから、飛んでご覧ください。彼女はツイッターとインスタをやられていますので、そちらも飛べるようにしておきます。この女優さんが気になった方には、夏目響さんや、本郷愛さんが、おすすめできます。ぜひ彼女たちもご覧ください。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。高評価低評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。Twitter でも更新情報などつぶやきますので、Twitter のフォローもよろしくお願いします。なお、取り上げてほしい女優さんがいましたら、コメント欄にリクエストをよろしくお願いいたします。